日本共産党の議席が伸びれば政治は必ず変わる。先ほどもお話あったんですけど、私たち何度か議席の躍進経験しています。例えばね、1990年代の後半、躍進しました。その時に、子どもの医療費は国の責任で無料にしようという法案を日本共産党が他の政党に働きかけて提出することができたんです、国会に。 私たちが、と私はまだ秘書だったんですが、答弁席に議員が座ったんですよ。で、この時にね、何が明らかになったか、各自治体が子供の医療費の無料化、どうやって実施しているのか、全部厚生労働省が出すようになって、これが各自治体、競い合うように、子供医療費無料化が進んでいく大きな原動力となりました。 日本共産党の議席が躍進することは、皆さんと一緒に取り組んできた運動を政治の中に花開かせることです。どうぞこの選挙、日本共産党の議席を伸ばす、それには比例代表で日本共産党とお書きいただくことが一番の力になります。